さあベスト4同テンポ対決、小野啓太 VS 後藤智也の試合をお届けします。いやいやね、すごい感じですよね。おっと、野毛選手が12位まで上がってきました。これは大変なことになりましたね。野毛選手は12位まで上がってきましたが、野毛選手はこのまま後藤智也が優勝してくれればいいんですけど、摩擦選手が優勝したり小野啓太選手が優勝すると13位、なんか野毛選手っぽい感じがするんですよね、なんかねまあこんなこと言ったら悪いんですけど、なんかね、いつもなんかね、え、音入ってない？あ、大丈夫？あ、大丈夫ですか？いいですか？さあ、100スタート。いや、やっぱり自分のこう夜角のね、感じを完全にこう把握してますよね、後藤選手ね。取れると思ったら19に行って、取れないと思ったら今の18に行ってるんですよね、ずっと。だからそういう使い分けがすごいですね。さあ140、さあ99で306残り、261残り、いい数字ですよね。これはもうオール20で161を取りに行くパターンですよね。161残りにするパターン。おっと、さあ140、306残り、19から、そしてもう一本57取ってきます。これで上がり目出せずで小野選手が121残りで、このパターンだったらブルが多いんですけどね。1投目20からいきます。そして17からの20に戻る、64残り、249残り、さあ192から3本きました。133取って116残り、ナイスアレンジですね。そして小野啓太選手64残りを16から、そしてもう一本16、32残り、得意な32決めてくる。さすが、ガッツポーズかっこいい、かっこいいな今の決め方も。ちょっと小野選手もちょっとぶっ飛んでる感じですね。もう小野選手はね、もう残念ながら PDC ワールドチャンピオンシップでは見られないんですけどね。140スタート。さあ、140返す。さあ85ですね。いやでも小野選手はもう確実に1本入れてくる感じですよね。2投あれば1本60入る感じです。これも決まるでしょう。あ、19に行ったんだ。そして18、さあそして93取ってきます。ナイスアレンジですね。268と276残りって、やっぱ大きく違うんですよね。100取って、上がり目取れず、
で268は上がり目を出せるんですよね。小野選手クラスだともう確実に、どこから行くんでしょうか、まあ、多分20からの18みたいな感じで行くと思いますけどね。20がいいので19から行きますね。入ってない。あ、入ってる、ナイスアレンジ。要するに19、19ブルーで167残りですね。要するに101取って167っていう計算ですね。さあ、この45は良くないですね。167残り。20から行くのか。さあ、20トリプルで107を、これも入った。そしてレッドブル、あーすごい、これやばいっすね。レッドブル2本目すごいね、これね。お、両方とも167じゃなかった、ちょっとっけ。いやいやいや、これ優勝縛りで優勝する小野啓太。さあ、後藤智也もただでは終わらんぞっていう感じになると思いますけどね。もう PDC クラスですよね。PDC のまあ上位にはまだまだでしょうけどね、え、4,50 ぐらいにはね、勝ちそうなダーツしてますね、2人とも。ちょっと圧倒されてきたのか。いや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 、いいとこつけてる。あ、違う、いや、いいとこじゃなくてもうちょっと下ですね。さあ443、まあここでね180とか取っていきたいですよね。そして小野選手の勢いを止めたい感じ。303残り。これも19か20か。19からいく。そして284残りを。きたー133取ってきます。133取って170残りにするというスーパーアレンジですね。要するに170出すために、170残すために133点を取ったという103残り。ナイスアレンジですね。素晴らしい。あっと、さあ284、140取って144、そういう数字を作りたい。96、さあ129残り。いや、今日はね本当すごいダーツを、まあね、選手の皆さん見せてもらってますけど、最後の最後でこれだけすごいダーツが見れるとはね。いや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 、57からの32。さあ40残り、これは逃さないでしょう。3本あれば余裕でしょう、小野啓太。1に入れて10ダブル。あー強い。これはね、もうずぬけてますこれはね、ちょっとすごいですね。もう、いやー、アジアチャンピオンシップ、何が悪かったんださあ後藤智也、ちょっと元気なくなってきてますね。
77! 自由自在。ということは、野毛選手がちょっと元気がなくなってる感じ、これね。野毛選手が元気がなくなってる感じなのか、これは。さあ、404残りですね。これも。おっと。ちょっとここつけると決まりにくくなりますよね、60が。止まりますね。さあ、341。281からの261。100取って241。さあ、359残り。上がり目がね、出ないので。ここにつけると、入んないんですね。下に行く。77からの263。ナイスアレンジですね。ここまで持ってくるのは素晴らしい。さあ、80取って、100取って141残り。263残り。おー、ここも19使った。206からの、206からの187を20ですね。トリプル入る。127残りというね、素晴らしいアレンジ。141残りを121から、ブルーチョイスを96で20に戻る。20に戻って今多分、ダブル気味に打ったんですね。はい、5に入った珍しく。122残りを20、そして62を10、18、14。あー、10いってトリプル決めてくるあたりがさすが得意なダブル。さあ、トリプルダブル、これ向いてるんですね。向いてるんで、大きく左にスタンスを、右にスタンスを取って、これ決めればすごいスキルですよ。32ぶつけて、これで小野選手。いやー、後藤智也選手から4連勝はすごいですよ。あっと、さあ、76残り。16とかあるんすけどね。やっぱこう、上下上っていうより、まあ16とか行く選手もいますよね。さあ、16ダブル。1投目。かー、強い。これはもう、これはもう、野毛選手、がっかりみたいな感じですね。これ、ということで、これ、大変なことになりましたね。